プロ野球で選手監督として名を刻み、去年2月に亡くなった野村克也さんを偲ぶ会が神宮球場で行われました。ヤクルトや阪神など6つの球団が発起人となり行われた今日の会。監督時代に指導した教え子などプロ野球界から野村さんを慕う多くの関係者が参列しました。僕たち当時若かったスワローズのメンバーにとってみれば非常に前を向かしてくれるいい監督に出会ったおかげで成長できてチームは強くなったんだと本当に思います。僕が監督になったって聞いたらびっくりするでしょうね。お前が監督になったか。向こうに行って、僕が監督で野村さんをキャッチャーで起用したいかな。